片桐貞正遠方元年11月20日は、江戸時代前期の大名、茶人。山と小泉藩の第二代藩主。茶道石州流の祖として、片桐石州の名で知られる。慶長十年、初代藩主、片桐定貞だの長男として、摂津茨城で生まれる。静ヶ岳の七本槍の一人である、片桐勝元のおいにあたる。慶長十九年、 片桐勝本の人質として、板倉勝重に預けられる。玄奈三年、将軍秀忠に拝越、片桐家の着手として認められる。寛永元年12月28日に、十五位した岩見守に助任される。以後この官名により、片桐石州と呼ばれるようになる。寛永四年、父の死去により、家督を継いだ。この時、 弟のサダルに三千国を分与したため、小泉藩は一万三千国となった。サダマサは、官営十年から官営十八年まで、知恩院再建の不審奉行を務めた。知恩院の不審を終えるまでの間、綾野工事柳の番場に今日構えて、金森聡は、小堀炎州、松下道省城らと、交友した。また、大徳寺の玉室お嬢、玉船お嬢に参戦し、 官営15年には玉室和尚より三宿集積の道号を受け、大徳寺山内に高林庵を混流している。地温院の再建後は関東軍武行などを歴任し、水害地の視察にしばしば出張するなど土木建築の分野で功績を挙げた。演習編、関東の堤防巡視、昭法四年総集場入選の渡し口修復巡視、慶安三年伊勢、 美濃の水害地視察、女王二年藤川、天竜川の堤防派村巡視など、漢文八年正月に遺言状を記し、同年のうちに、幕府へ、軍部業の返上を願い出て許された。遠方元年11月20日に死去した。去年69。九。後三男の堤防が継いだ。墓所は、京都府京都市北区紫野の大徳寺高林庵。自院、最 千里宮の長男、千道安の流れを汲む桑山宗則に茶道を学んだと言われている。石州が茶を始めた時期については定かではないが、少なくとも20歳前後と思われる。28歳の時、寛永9年に市の総選は死去したが、その翌年より地温院の不信奉行として退京しており、ここでの交流が茶人としての成長に大きく寄与している。 三十歳の頃からは、山和郡山藩主、松平忠明や大見小室藩主、小堀正和らとも、よく茶席を共にしているほか、奈良の茶人とも交友を深め、茶の総称として、次第にその名が広がっていった。慶安元年、将軍、家光の意向により、流栄魚物の分類、整理を行った。この功績により、幕府内での評価が高まり、 初代名からも注目されるようになる。女王二年頃、五歳天皇の行行に伴い、大魔寺中の棒に、大丸窓が特徴的な茶室、丸窓席を創立、地仙海有識庭園、工具園を改修。漢文三年、父の母代のために、寺工院を創立した。これは、寺としてよりも、境内全体が一つの茶席として作られており、表の門や、 建物までの道、座敷や庭園、そして路地を通って、駒の席という、茶の湯で人を招く場合に必要な場所、人揃え全部が、一人の演出そのまま300年を超えて、目にすることができるということで、現在も全国的に見ても貴重な場所となっている。事故院の庭園は1934年に、国の史跡及び名称に指定され、1944年には、書院と茶室が、 国宝保存法により当時の国宝に指定された。万事元年頃、行善法神道の家門に対して、一条藩のことを書く。漢文元年、詫びの文を書く。漢文五年には、将軍伊綱に、船越井岡と共に、検茶を行い、長じて、伊綱の佐藤指南役となり、石州流を、不動のものとした。漢文六年、戦闘御所の庭園を修復する。 漢文11年には、自公院の書院の脇に二畳台目の茶室を増築。定周床のこの茶室は、石州の代表的なものであるとともに、作者や時代、形式などが明確に伝わる茶室としては、最古のものだと言われている。漢文12年の2月から10月にかけて、江戸において、記録として残る最後の茶会を行う。この一連の茶会には、 水戸三国を客に招いたおなりの茶が含まれている。遠方元年、死の床で、藤林草原に対し、床なし上を四畳半の茶室を作るよう申し付け、その翌日に死去した。ちなみに、徳川三国、星名正幸、松浦重信らは、佐道における、佐田の門弟である。関州の茶会が初見されるのは、寛永十一年、三十歳の時に、 松屋九十らを招いたものである。以後、晩年までの累計約400回の記録が残っている。その主な記録として、次のものがある。町田創信、片桐関州の生涯、三村水子書院、2005年。ISBN48 億3819万9325。谷明、茶会期の風景河原の書店。1985年。 ISBN 978から47億6110万810。講談社編、片桐石州の茶講談社、1987年。ISBN40 億6 2 0百2万7747。野村スウェーデン、低本石州流一片桐石州三村水子書院、1985年。桑田地下編、図節作動体系七茶に生きた。 ひとしたかどかわ書店、1965年、桑田たただちか、ちのびあきた書店、1965年、ありがとうございます。